皆さん腰いたわってますか？皆さんこんにちは、ファンクショナルローラーピラティスマスタートレーナーのコーチです。本日の動画は腰を、いたわるためのストレッチを紹介していきたいと思います。皆さんどうですかね、腰の方をいたわって過ごされてますかね。皆さん診療の中でよく伺うのがですね、腰が痛い、腰が悪いというふうに腰をね、なんかもう悪者のような形でこう表現されることをよく伺うんですけれども、まあ、決して腰が悪いというか腰が原因ではないんですよね。そういうこう使い方をしてしまっている、腰をいたわって体腰に優しく、本人様接してないことが原因で痛くなってしまっているので、今日はその腰をいたわるストレッチですね、正しい位置、正しいポジション、正しい筋肉を働かすための基礎になるところのストレッチを紹介していきたいと思いますので、ぜひご覧になってください。はい、では一つ目のストレッチを紹介していきたいと思います。一つ目はですね、腰のカーブですね。ここが適正にあることが腰をいたわるための一つのポイントになってきます。そこを作るのがこの前にある腸腰筋っていう筋肉なんですけど、そこをストレッチしていきます。はい、そこのやり方をお伝えしますね。でまずですね、片方の足膝立ちに、直角に置いていただいて、片方の膝はついていきます。これでね、直角のポジションを作ってもらいます。でこの状態で下腹部ね、キュッとちょっと引き上げて上にスーッと伸び上げて、目線はこう落ちないように遠く4キロ先を見るぐらいのイメージで伸びていきます。でこのままですね、この膝をついている方の鼠径部、股関節の前の方をぐーっと重心を前に、ね、移動していって伸ばしていきます。こうすると腰のカーブを作る筋肉がストレッチされていきます。これはだいたい20秒ぐらいですかね。20秒ぐらいしっかりキープしていただくと、ストレッチ感を得ながらやっていく。猫背にならないようにしっかり目線を高く伸ばしていくっていう感じですかね。でしっかり伸びたら、今度はですね、片方そっちの足をね、伸ばしている方の手を上に上げていきます。上げていって天井に向かって上にスーッと持ち上げていくんですね。持ち上げていくとより伸び感が感じられます。これでさらに20秒キープですね。しっかり伸ばしていく。で正面から見るとこんな感じですね。体側が伸びる。これでちょっと伸びていきます。でしっかり20秒ぐらい戻して伸ばしたら下ろしていくっていう感じになります。で反対もやってみましょうか。反対も同じくお膝立てて、そのまま下腹部上げる、上に伸びる、目線落ちない、ポジションができたら前に重心を傾けて鼠径部を伸ばしていきます。ここでもかなりね、ストレッチ感は得られるんですけれども、しっかり上に伸びながら伸ばしていきましょう。20秒ほどしっかり伸びたなと思ったら、そっちの同側の手を伸ばして上にグッと、みぞおちをね、ぐーっと斜め上に引き上げるようにしていただくと伸びていきます。しっかりストレッチ、鼠径部がね、すっきりしてきます。普段ここをそんなに伸ばすことはないと思いますので、しっかり伸ばして、はい、OK です。下ろしていきましょう。という形です。これがまず一つ目のポイントになります。はい、では二つ目のポイントですね。二つ目のポイントは、腰をいたわるためには腰をあまり使わないということなんで、腰を使わずに股関節を使ってあげる。そのためには股関節と柔軟性が必要になってきますので、そこを上げていくストレッチを一つ紹介していきたいと思います。ではまずですね、四つ這いなんですけれども、手をついて、でね、このお膝を横にこう開いていきます。横に開きます。でお膝は直角にしていきましょう。でこのポジションができたら、肘をついていきます。肘をついて、お尻をね、プリッと後ろに突き出して、猫背にならないようにキープしていきます。このポジションですね。ちょっと横からも見せていきます。ここからでいくと、しっかり広げて肘をついていきます。お尻がプリッとなってますよね。このポジションでキープです。
そこから猫背にならないように肘はしっかりついて、お尻を後ろにスーッと下げていきます。で、戻す、下げる、お尻を後ろに突き出すようにして。内ももがストレッチされるのが分かると思います。で、結構下げていくときに皆さんこうね、こうやって、腰が抜けてしまいます。抜けないように、腰のカーブ、ここは一定に保ったまま、肘でしっかり押しといてくださいね。お腹も力は多少入ってます。で、股関節がストレッチされているのを感じながら、動かしていきます。ね。やっぱこう動かしないとやっぱ硬いですからね。しっかり動かしていく。まあこれも10回ぐらいでいいですかね。しっかりお尻をぐっと後ろに突き出して、動かしていきましょう。はい、OK です。ありがとうございます。これが2つ目のポイントになります。はい、では3つ目のポイントを説明していきたいと思います。3つ目はですね、こちらのローラーを使っていきます。ローラーを使って、ハーフロールバックって言ってですね、背中をこの溝落ちのところ、これ胸椎って言うんですけど、胸椎から動かして背中をぐーっと丸めていく動きですね。で、丸める動きというのはお腹の筋肉をギュッとこう使っていくんですけれども、お腹の筋肉が使われると背中の背筋ですね、腰の筋肉が緩んできます。なのでちょっとこう腰をまず痛めない動き出しは胸椎、胸の方から動いていって背中を丸めていってお腹を使っていった結果背中が緩んでくるっていう動きをとっていきたいと思います。で、ローラーをまず用意していただいて、この上にね座っていきます。座っていてですね、まずね、初めは背筋を上に伸ばしていきます。スタートはここですね。まっすぐ上に伸びていただいて、背筋がとても綺麗な状態を作っていきます。ここから溝落ちを後ろに引いていくんですけれども、手はお膝の上でもいいですし、腿の裏でも結構です。軽く添えといていただいて、溝落ちを後ろにぐーっと引いていきます。引いてきて、このね、仙骨っていう骨がねローラーにペターっとくっつくぐらいまで来たらキープ、ね、帰ってきます。で、上に伸びていく。溝落ちを後ろに引いて、ゆっくり倒れていって、仙骨がローラーにペターっとくっついてきたところで、戻していく。もう一度いきます。溝落ちからね。結構皆さんね、この腰から行くんですけど、ここからね、ここから。腰痛わりますからね。腰から動き出すわけではないということを覚えておいてください。はい、戻す。はい、もう一度ゆっくり息を吐いて、お腹ね多少入ってます。その時にね背中が緩んでいきます。はい、戻す。もう一回だけいきましょうか。はい、ゆっくり後ろに戻します。はい、入るで戻してくるっていう形で繰り返していきます。こうすることでね、溝落ち、胸椎の柔軟性も上がりますし、お腹を使うことによって腰の筋肉、背筋も緩んできますので、これが3つ目のポイントになります。はい、皆さん今日の動画はいかがだったでしょうか。本日は腰をいたわるための3つのストレッチを紹介していきました。1つ目は腰のカーブを作るためのストレッチですね。腸腰筋をストレッチしていく、これが1つ目です。で、2つ目が、股関節の柔軟性ですね。腰をなるべく使わないために、股関節を使っていくためのストレッチが2つ目。で、3つ目が、溝落ちから動き出してお腹を使って背筋を緩めるためのストレッチ、これが3つ目ですね。はい、こちらの3つを紹介していきました。で、この3つのエクササイズ、ストレッチをしていただくと、まあその腰の負担は減っていくんですけれども、これがね、まあ普段からやっておくことがやっぱ大事で、で、使い方も
今日やったストレッチとかの使い方、股関節を軸に動かすとか、溝落ちを中心に動かすっていうのは、まあ、ピラティスで大事にしていることなんですけれども、ここが普段からできているかどうかっていうのが、結果的に腰をいたわってるかいたわってないかにつながってくると思いますので、ぜひ普段エクササイズこういうのをして、日常生活の中でもしっかりそういう意識をしながら使っていただくっていうのが大事になってくると思いますので、注意してまた使っていただけたらなと思います。他にもエクササイズ動画たくさん上げておりますので、チャンネル登録お願いします。You're my sunshine. 날 비춰주는 sunshine.